モシアプレゼンツ絵の具のコミュ。たまきちゃん、今週のグッドな出来事は？劇場版名探偵コナン黒金のサブマリン見に行ってきました。最高でした。おー、これは100円のグッド。100しか出してないね、たまちゃん。いや、お、マジ？あれそうじゃない？最初も100じゃなかったっけ？100点の女知らんじたまき。あれそうだった気がする。今度も頑張ります、はい、詳しくはアーカイブを見く、はい、見逃してください。はい、それでは始めましょう。エモシアプレゼンツ絵のグッドコミュー。はい、年中無休の成長期鈴木アンズです。はい、みんなの太陽、あなたのハートにドリブル突破、白藤たまきです。はい、歌とダンスは誰にも負けない絵の具一の負けず嫌い、日向奈緒です。私たち VR アイドル絵の具です。よろしくお願いします。この番組は誰もが好きなことを同じ熱量で語り合える世の中を作るコミュニケーションアプリエモシアさんの提供でお送りする絵の具初の冠ラジオ番組です。イエーイ、お願いします。お願いします、はい、ということでね、はい、カフェアサンさんで開催しております、はい、喫茶絵の具第3期第3期、うん、大好評ということで、はい、ありがたい。ありがとうございます。来たよって人いますか？この中になんかみんなめっちゃ食べてくれるからさ、ね、すごい売り切れとかね、いっぱいあって本当に嬉しいです。ありがとうございます。くじもね、販売しまして、たぬきぶっ倒す。行きました。ありがとうございます。行ったよ。他の心も満たされちまうぜ。向かってる？気をつけてね。今白雪姫飲んでる。ありがとうございます。ありがとう。じゃあちょっと喫茶絵の具で聞いてる人はみんなで仲良くしてくださいね。そうじゃん。みんなで聞いてんの？何それ。そういうこと。いいな、めっちゃいいじゃん。めっちゃいいね。たぬきに帰り討ちになった。たぬきバーガー信じられんボリューム。めちゃくちゃすごい。金曜日にぜひぜひ来てください。みんな今回ね、メニュー全員ボリューミーだからね。結構でかいんだよな。そう、なんかタヌキのね、討伐が大変ってみんな言いますけれども、うん、そんな、まあそんなことないのは嘘だけど、それは事実なんだけど、事実、まぜそばとかドリアもね、意外とねボリューミーだしね、強敵ですから。強敵です。でもめちゃくちゃ美味しいので、ぜひ、ぜひ楽しんできてください、うん、はい、お願いします。出るじゃん、写真めっちゃ来てるよ。ありがとう。ありがとう。これおやつのケーキ缶ですね。ケーキ缶ね、もみんな買ってくれてて嬉しい。ありがとう。ありがとう。食べた分運動するやでって。あ、そうね。うん、偉いやで。たぬき送るな、さちゃん。たぬきや。ね、30日まで、はい、開催されてますので、ぜひぜひ遊びに行ってくれると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。うん、ということで、はい、本日の絵のコミュは、私の無人島脱出計画、即興絵の具と問題なんてどんな問題の3本です。それではこの後18時55分頃まで絵のコミュにお付き合いください。お願いします。もうこれ、うん、あ、今食べ終わったところっていう人もいるね。あら、ごちそうさまでした。もうすごいんだけど、スレッドがもうさ、食べ物だらけでさ。うん、うん、この時間ちょうどね、ね、お腹空いちゃうから、うん、ね、いっぱい食べてください、ね、いない人も、うん、カフェアさんにいない人は、うん、今日どのコーナーがお腹空きそう。確かに、どのコーナーがお腹空きそう。まあ無人島はお腹空きそうな感じあるよね、このコーナー。いや、でも即興絵のグッドは何に出てくるか分かんないから。確かに、ね、あ、お腹空く企画かもしれないね。かもしれない。問題なんてどんな問題も意外とこうなんかあるかもしれないよ。ご飯系のクイズ食っちゃうかもしれないよ。可能性ありますね。みんなコーナーの内容分かんないのに、ね、今日も新コーナー2つありますので、はい、楽しみにしててください。楽しみにします。それではここで曲を聴いてもらいましょう。絵の具でなんとなく青。勝ち負けの社会とか夢あり想像だとか惑いに出して、位置抜けたところで君はどんな顔で笑うの。空が青かったり、今が雲のように過ぎ去ってくように、昨日に帰れないように、笑えてりゃいいのにな。カフェオレが少しだけ苦かったと、そんなこと何度かの先、僕らは立ち会えるだろう。
きかけの無題の絵、自由退屈とかがキャンパスを染めて、僕余白イコールはきっと僕らのちょっとした存在証明でさ、おい愛しき日々よ、誰にでもなれるよ、でも誰にもならなくて、のらりくらりそれでいい気がした、じゃあまた明日って言葉も約束もいらないのに、初の青色も使うほど高まってゆく、ここもそっと大人は夢、余白も埋まってゆくらしい、この向こうには大名あるトンネル、それぞれにあって靴履いたところで君はどんな場所へ向かうの、そこがどうかったり大靴ずれ立ち止まっちゃったって、明日も迷っちゃったって、生きていて誰にでも書けるよ、でも書けない人もいて、目なら変わらなくていい気がした、じゃあまた明日って言葉も約束も大人は難しい、最初の企画はこちら、私の無人島脱出計画。私の無人島脱出計画とは、きっと人生で一度は妄想したことがある定番の質問、もしも無人島に一つだけ持っていくなら何を持っていくを企画にしました。イエーイ。今からね、エモシアのスレッドでアイテムを募集しまして、その中から一人ずつ間違った、一つずつ無人島に持っていきたいアイテムを選びます。選んだ3つのアイテムを使って、どうやって3人で無人島を脱出するか脱出するか大丈夫、今日ダメかもしれない、ちょっといっぱい踊ったからね、さっきまで。そうね、どうやって3人で無人島から脱出するか、計画を相談発表いたしますので、リスナーの皆さんはその計画が100点満点で何エノグッドだったか評価をお願いしたいです。はい、果たして私たちは無事に無人島から脱出できるのか、あんずが映ってる、ごめんごめん、もしくは脱出できずに無人島で生活することになってしまうのか、どんな結末を迎えるかは皆さんに送っていただくアイテム次第です。それでは今から、エモシアのスレッドで私たちが無人島に持っていくアイテムを募集します。はい、ちなみにですね、生きていくための水とか、食べ物は、私たち持っている、最強じゃん、いいじゃん、もうだよ、持っているという設定でございます。はい、ので、皆さんじゃあエモシアのスレッドに書き込みお願いします。今から1分間です。お願いします。お願いします。1分とは言うけど、
うん、1分もかかんないかもしんない、みんなのアイテム次第では、ね、でもあれだよ、なんかうんうん、もう絶対これは、うん、いけるやんはなしでいこう。あ、そうだから、ね、ヘリコプターとかさ、そうどこでもドアもダメだよ。そうダメなんだよ、ね、猫もダメだよ、うん、あ、そう、ね、生き物もなしだね。ほうほうほう、はい、あ、DIY 道具いい、日はない。日向奈緒さんがね、あ、そうですもんね。日向はあのね、こういうサバイバル系の番組しか見ないからね。しか見ない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 からね。俺は嘘やってるから。俺のスプーンやばい。何に使うの？プロテインいる？プロテインは持ってるかもしれないね。あの生きていくための水や食べ物の、食べ物の中に含まれてるかもしれない。確かに確かに。あー、オール？でかいさつに。オールは大丈夫だよ。大丈夫。作れるよ。じゃあやっぱ作るためのやついるよね。作るためだけ DIY 道具とかいいんじゃない。あ、なるほどね。DIY 道具。でんでん太鼓は？でんでん太鼓は楽しくなるよ。確かに楽しくなるね。うん、でも暇かもしれん。こうやってあ、手拍子だけクラップでいけるか。確かに。じゃあいらんな。確かに。うん、私はいらんわ。無人島ではいらんね。うん、ライブ会場じゃないもんね。なるほど、なるほど。人とかはね、うん、あのなしですからね。なし。ライト。ロープは？あ、ロープ必要じゃない？うん、ちょっと待って、これ1分過ぎてない？あ、過ぎた過ぎた、ごめん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 。ありがとう、たまちゃん。過ぎました。あれ、1分過ぎてる。じゃあこの中から選ぶか。はい、皆さんありがとうございます、うん、じゃあ、リスナーの皆さんから募集したアイテムの中から、うん、私たちが無人島に持っていくものを選びたいと思います。シンキングタイム。いや、シンキングタイム。シンキングタイム。でもなんか DIY でしょ。うん、DIY 持っていくか、じゃあ DIY 道具ってさ、うん、どこまでが DIY 道具になるの？そうそうそう、あ、ここまで？そもそもさ、うん、その一つに入るからね。そうそう、じゃあなしにしよう、なしにしよう、うん、なしかなしか、選ぼう、ちゃんと。なお、じゃあ、じゃあ、あれにしようか、ナイフとかにしようか。あ、全然絶対いるね、ナイフが、うん、あった方がいい、ナイフ。みんなナイフ多いもんね。ね、そう、多い、結構、うん、ナイフ、ちょっと、あれ、ロープ系なくない？あ、ある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 よ、あるよ、あるあるよ。縄とかロープあった方がいい、なんか。絶対やった方がいい。じゃあそれはもらおう。じゃあタマキ、じゃあロープ、あと何が必要なの？いいよ、さあんた考えて。この後、この後あのこれを組み合わせて、ね、戦うから、脱出するから。ちょっと待って、こちらはこれでナイフとロープ。今ナイフとロープ、今ね、この、ね、頑張れっていうスタンプの前ぐらいまでが1点のところ。ナイフ、ロープ、ナイフ、ロープ、ナイフ。今見とるんよ。めちゃくちゃガチでちゃんと脱出しようとしてるの、受けるな。ナイフ、ナイフ、ガチや。ナイフ、ロープ、うん、ナイフ、ロープ、ナイフ、ロープ。でもあんずはなんか楽しいやつ持ってこいよ。楽しいやつでいいの？楽しいやつでいいよ。シャチの浮き輪とか。あ、浮き輪いいんじゃない？うん、シャチの浮き輪やばい。あ、じゃあタマキ、じゃあロープ捨てるわ。え、なんで？うん、タマキがでっかいシャチの浮き輪で。いや、いや、うん、どうせ全部使う。いいよ、じゃあロープあんずにあげるわ。いいよ。ちょっとロープいただきます。タマキもシャチの浮き輪でいけるから。確かにね。いけるいける。じゃあ、いけると思ってる。うん、浮き輪と、オッケー、決まった。浮き輪、ナイフ、ロープね。はい、じゃあ日向奈緒さんが持っていくのはナイフです。鈴木杏樹さんが持っていくのはロープです。シェフジタマキさんが持っていくのはシャチの浮き輪です。イエーイ。はい、じゃあ、はい、今から2分間で脱出の方法考えよう。うん、そうしよう。はい、じゃあ行くよ。いいよ、よーい、スタート。スタート。やっぱり、うん、脱出、うん、海から泳いで脱出するっていいんだよね。その船作って、そうそうそう、それでいいんだと思う。だから結構普通に必要じゃない？必要だと、シャチの浮き輪、うん、必要だと思う、うん、そうだよね。え、天才、うん、あるといいよね。そういうこと、あった方がいいよね。たまちゃんもそういうところで見越してる。でもシャチの浮き輪1個だけだと、そう、1個ずつ取り乗れないんだよね、多分。だからまず無人島ということは、うん、木とか木竹とかが生えてるから、うんうんうん、竹をまずこう大量に切って、竹はね軽いから浮くんだ。なるほどね。だからそこにプラスでシャチの浮き輪を置けば、そうそうそう、あの浮き具としてそうそうそう、シャチは使えるんよ。使えるから、うん、だからちゃんと考えてるんですよ。ちゃんと考えてる。そうだから、まずいっぱい竹を竹取り、まず竹ね、まず竹取って、竹切って取ってくる、うん、ロープでくっつける、うん、シャチもくっつける、シャチくっつける、うん、で、やばいやばい、オールないじゃん。どうする？
オールは木の生えてんじゃん。生えてる木だけでいい。生えてる木で代用しようよ。まあ、落ちてるなんかペットボトルとか、うんうん、そうそう、ペットボトルも繋げた方がいいよ。そうそうそう、なんかサイキクソの災難でやってた。やってた。脱出するときペットボトルで作ってたよ、なんか。そう、あとなんか発泡スチロールとか流れてたら、うん、そういうのをこう組み合わせればいいって言ってたから、うん、多分ある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 、うん、じゃあそれも使おう。うん、使おう、使おう。島で拾ってきたやつを使い、うん、まずだからあれだよね、竹で、うん、本体を作り、周りにこう浮き具で、うん、あの拾ってきたものとかをくっつけて、うん、で、木生えてる木でオールを作る。いけそうじゃん。めっちゃいけるんじゃない？結構普通にいけそうじゃない？なね、ちょっとあれは必要、ね、あの旗じゃないか。あ、旗あった方がいいよ。旗っていうかこのでっけえ葉っぱとか持ってくりゃいいんじゃないか。葉っぱでいけるか。葉っぱじゃない、違う、葉っぱじゃなくてさ、ほらほ、そうそうそう、あのビートオブステロのやつでしょ。葉っぱじゃほできねえ。あった方がいい。いや、いや違う、大丈夫、もう2分ですよ。はい、なおちゃん最後じゃあ、じゃあ、エルと、まず計画はここまでということで、はい、それじゃあ、ね、はい、私たちが考えた脱出計画は、うん、まず、ひなおが持っていったナイフで、うん、竹を刈ってきます、うん、で、その竹たちを、うんうん、アンズが持ってきたロープでくくりつけて、うん、本体を作ります、うん、作りで、タマが持ってきてくれたシャチとか、うん、シャチ、シャチじゃない、シャチ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 の浮き輪とか、うんうん、あと島に落ちてるペットボトルだったりとかをこう組み合わせて浮き具を作りまして、うん、で、無人島に生えてる木でオールを作って脱出します、うん。しかもさ、うん、我々さ、生きていくための水と食べ物持ってるからさ、多分ペットボトルあるんだよ。あ、確かに。そう、これペットボトルだよ、多分。落ちてなくても使えるわ。いけるんよ、これ。いけるわ。そう。じゃあ、そう。いけるわ。なんかいける、これ。勝った。勝った。これで、どうでしょうか。はい、はい、さて、この脱出計画は何へのグッドだったか、リスナーの皆さんに判定をお願いしたいと思います。お願いします。お願いします。じゃあ皆さん、はい、判定をよろしくお願いします。鈴木あんさんも議論に参加してください。違う、あのあまりにも役に立たなさすぎて、私2人がいないと私脱出できん。もう諦めると思う、多分ね。70 60 90、ちょっとイージーすぎる。なんで2 55。あ、でも結構高い、うん、高いですね。ありがとうございます。 あでも60 50 60ぐらいが、あ、そう、平均か。60、70ぐらいかな。70、75ぐらい、うん、70。なんでシャチでマイナス10されるの。どういうこと、マイナスしないで。物が溢れすぎている60か。え、どういうこと、ね、もっとコンパクトにした方がいい。いやいや違うって、そんなに甘くないよってことで。そういうこと、うん、あ、なるほどね。そうそう、何でもあると思って、うん、ナイフの耐久性心配されてるから。大丈夫、いけるよ。ひなおが持ってったのだから強い、うん、いける。じゃあ70ぐらいもらっちゃう。でも本当に70ぐらいで、ね、70ぐらいでもね、そのくらいかも、うん、結構多いかも、うん、そこら辺が、うん、それじゃあ、うん、ということで今回私たちが考えた無人島脱出計画は70円のグッドでした。高い、はい、高いとね。でもなんかさ、うん、普通にさ、はい、企画が面白いか面白くないかをもう度外視して結構ガチで脱出する方法を考えちゃったね。いやでも楽しいよ、うん、すごい楽しいよ。ひなおちゃんが生き生きしてた。めっちゃ楽しかった。ひなおめっちゃ楽しかった、うん、やっぱり無人島になおちゃん持っていったらもう助かるなっていう感じするよね。任せて、ひなたなお必要だわ。必要ですよ。みんなもね、もしね、うん、無人島に誰か一人だけ連れていくとしたら誰ですかって聞かれたら今後、うん、あ、絵の具のひなたなおさんって答えた方がいいと思います。よろしくお願いします。そうした方がいいと思う、はい、サバイバル番組もっと見るね、はい、頼もしい。無人島脱出担当ひなたなおとして、はいはい、頑張ってもらいたいと思います。はい、ということで、はい、以上私の無人島脱出計画でした。ありがとうございました。続いての企画はこちら、即興絵のグッド。こちら好評につき早くも第2回の放送でございます。ありがとうございました。
即興絵の具ことは、うん、今からエモシアのスレッドで私たち3人に演じてほしいシチュエーションと役を募集します、うん、それぞれの条件が決まったら約3分間の即興劇を行うみんなで作るラジオドラマ企画です。はい、はい、ではまず、シチュエーションを募集したいと思います。学校の屋上とか世の中の公園とか、うん、富士山の山頂とか、うん、なんでも OK でございます。皆さん、はい、まずはシチュエーションお願いします。お願いします。ください。聞かせてもらってもそんなことない。今公表って人見たけど今回はさ、うん、ちょっとさ SF じゃないやつが言う、ね、現実的なのが欲しい、うん、何も持っていけないものですと繋がってるね。やばいね。繋がっちゃった喫茶絵の具。ああ、いいじゃん。コラボカフェの部分ね。怖いね。怖いね。ね。無人島ね。でも無人島現実的じゃないもんね。そうだね。普通に生きてて夕暮れの川の土手。青春。花火大会で告白。ああ、いやでも一人発砲かれちゃうけど大丈夫かな。これなんかあのかちょっと待ったみたいな。シチュエーションだもんね、これ。そう、シチュエーション。場所とかだよね。場所。場所ね。あ、終電5分前。あー、終電。終電5分前ね。終電5分前になったことないな。へぇ、姉妹の絵の具。ちょっと待って、もうそれ、それはあの役はね、この後募集するから。姉妹はまだだ。あれだ。うん。図書館。図書館。図書館。あ、深夜の図書館。深夜の図書館。深夜じゃない図書館でいいんじゃない、うん、図書館にしよう。普通に図書館にしよう。普通に図書館。広がるか。ちょっと頑張ろう、図書館でやってみよう。図書館。いけるかな、うん、ちょっといける行ってみる行ってみるか。頑張って。頑張ろう。任せて。配役によるよ、これ。そうだね。図書館で行こう。図書館ね。じゃあ、はい。シチュエーション。今回のシチュエーションは図書館にしたいと思います。はい。じゃあ、続いては、配役ですね、はい、3人の役を募集したいと思います、はい、これね、仲良し3兄弟とか、うん、医者と患者と付き添いとか、うん、犬と猿とキジとか、うん、何でも OK なんですけど、うん、シチュエーション図書館ですので、はい、図書館にいそうな感じのあの3人にしてください。図書館お願いします。図書館にいそうな感じでお願いします、うんうん、はい、お願いします、うん、お願いします。なるのかな、なるのかな、3つ送ってくださいね、うん、何々と何々と何々、うん、そうね、3つあると嬉しいな。あ、司書と来客ね。あ、ね、うん、あ、ね、受験生と漫画読みと司書さん、うん、あ、勉強に来た2人と見守る司書さん、うん、あ、なんか勉強してる学生いるといいかも。確かにね。司書、本を借りに来た人、勉強している学生、うんうんうん、どう。あ、司書なんかある、他に言いたくない受験生行くか、カップル行くか、行く人は行くんですよ。本を読んでる司書と子供と学生司書の術、受験生のひなおとたまき、オタクとオタクとオタクもうオタクしかおらん。でも司書の、まあ、でも司書多い、ね、司書の本を借りに来た人と勉強してる学生、うん、そう、なんかある。でも、あ、いい、受付んず、勉強なお、謎の少女。謎の少女ってどういうこと。そうそう、決めますか。だいたい師匠とね、うん、師匠、師匠、師匠の師匠と人と本、ね、100… でもズズが師匠多いね。じゃあズズ師匠いくか。ね、分かった。あ、でもこれもうない、あのセットで来てるやつを選ぶやつだから、そうそうそう、うん、だから師匠がいるやつね。とズズ師匠だと、タマ魔導書どういうこれファンタジーだから、これファンタジーだから、あれかな、一番普通だと受験生のひなおとたまきと師匠のズズが今ある中で、と、師匠だって、死んじゃった、殺さない。受験生と漫画読みと司書さんでどうでしょう、うん、そうしよう、これでいいと思います、うん、これでどうでしょう。たまがじゃあ、はい、たまじゃあ受験生やる、受験生やんの、オッケー。いやだって一番勉強できそうやろ、この中で。オッケー、じゃあ行きましょう、うん、どういうこと。あ、な、お、まあ、そうだね、ひなおが漫画読む人ね、
確かに読んでそうだもんな、うん、はい、じゃあこれで図書館、はい、それでは、今回の配役は司書の杏、はい、うん、受験生勉強する白藤たまき、はい、そして漫画を読む日向奈緒です、はい、シチュエーション大役決まりましたので今から3分間この設定で即興劇を行います、はい、リスナーの皆さんは審査員となって、即興劇の最後にこのドラマが一体何絵のグッドだったか採点をお願いします。はい、はい、それでは皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、よくないけど大丈夫です。よくないよくないよくない大丈夫大丈夫です、はいはい、それでは参りましょう。即興絵のグッドスタート。うわやっばここでこうなるんだ、うん、うわ、うんうん、あの、うん、あのへそこの漫画読んでるあの あ、はい、すいません。何ですか。ここは図書館なので静かにしていただいてもよろしいでしょうか。あ、ごめんなさい、うるさかったですか。うるさかったです。すいません、はい、静かにしますね。お願いします。全く。うわぁマジか。あれマジか。こえぇ、ー、うん、あの、うん、あのえはい、先ほども申しましたが、はい、ここは図書館ですので、すいません、静かにしていただいても、はい、とてもすいません、うるさかったです。すいません、はい、お願いしますね。はい、ごめんなさい、お願いしますね。静かにします、はい、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、あのすいません、はいはいはい、この、はい、この漫画の続きってどこにありますか。うん、あ、その漫画があった場所にあると思うんです。いや、なかったんですよね。借りられちゃったりしてますかね。ちょっと探してみますね。お願いします。結構ちょっと早く読みたい、うん、早く続き気になっちゃった。はいはい、わかりました、ちょっと待ってね。はい、ありますかね。どうですか。でもあるみたいですよ。あ、本当ですか、うん、ちょっとじゃあどこにあるかだけ教えてもらってもいいですか。そこの突き当たりを右に曲がって、うん、たところの棚にあるらしいです。本当ですか。なんで さっき、うん、さっき見に行った時なかったんですよね。もしかしたらその時誰かが読んでたかもしれないから。一回、なるほど、じゃあちょっと行ってきてみます。行ってらっしゃ、さささ、行ってらっしゃいませ、うん、え、なん、ないけど、あのないです。あの、あのはい、はい、その漫画の続き、はい、私が読んでます。受験生じゃないの。私が読んでるので、もう少し待っていただいてもよろしいですか。ちょ、今とてもいいところなんです。順番ね。そうですね、順番ね、はい、じゃあそれまで私勉強してるんで、あの終わったら言ってください。はい、お願いします。今本当にいいところなので、はい、邪魔しないでもらっていいですか。ごめんなさい、本当にさっきから、はい、ずっとうるさいから、はい、私も物語に集中できなくて、まあ、このままじゃ受験に落ちちゃうと思って、ね、この漫画を読んでるのもこれ、はい、一応勉強なんです。私勉強なんだ。はい、これ勉強なんです。わかりますか。この漫画はですね、勉強するため、わかります。そう、わかりますよ。わかる。これめっちゃ勉強になるよね。まさかの意気投合。そうなの。参考書としてめちゃくちゃ参考書よな。そうなの。もう英語も完璧にこれで覚えられるし、そうそうそう、だってあのなんだろう、早口言葉とかもめっちゃ持ってるし、早口言葉、漢字がすごくすごいのよ。そうなのよ。漢文とか古文ももう無敵無敵。そう、マジこれ読んでたら漫画読めばもう合格よ。司書さん、あなた、司書なのに知らないんですか、この漫画の素晴らしさ。読んだ方がいいですよ。読まないとダメですよ。申し訳ありません。勉強します。3分です。むずいな。むずかったな。むずかったな。図書館はむずかったな。意外となんかあれかなって思った、いけるかなと思った。ちょっとむずかったね。いやでもまとまってはいたと思う。まとまってはいたね。一人一人の声は聞きやすかったと思う。そうだね、うん、確かに確かに、うん、自己評価みんなに評価してもらわないといけないのに自己評価じゃダメだよ。ちょっとみんなに聞いてみよう。はい、はい、じゃあ、皆さんに聞きたいと思います。じゃあ皆さん、今回の即興何絵のグッドだったかスレッドに書き込みお願いします。お願いします。あ、でも奇想天狗しっかりしてた。おー、よかった。いいですね。即興とは思えないほどまとまってたって。嬉しい。前より良くなった。やったやった。前より良くなった。え、高いよ。高い高いって。これ見て優しい。前回の30とか何だったんだろう。今日すごい。本当すごいじゃん。天才じゃん。コントの流れ完璧だ。120。あ、聞きやすかったね。聞きやすかった。構成がちゃんとしてるめちゃくちゃしっかりした評価。嬉しい。あ、本を読んでたらうるさかったから70円のグッド。ごめんなさい。あんずはもう少し頑張って。ね、
違うじゃん。あのって言おうとしたらもう受験生がすごいもう壁に来たじゃ ん、 うん、うん、そういう話なんだと思って、うん、そう、たまきちゃんが比較的まともだったから6ってどういうことだよ。どういうことだよ。こっちは真剣にやってんだよ、もっとくれよ。まともじゃダメだよ、うん、ダメらしい。まともにやろうとしたんだよ今回は。結構高い ね、 ね、高くない？80ぐらいもらっちゃう、ね、今日もらっちゃう。結構あるよ、平均80ぐらいじゃない、ね、本当に、うん、じゃあ80のグッズやっちゃいましょう。嬉しい、やったー。じゃあ、はい、今回、うん、いただいた点数は80のグッズ、うん、ありがとうございます。嬉しいね、嬉しい、うん、ありがとうございます。あ、委員長キャラ良かった、ありがとうございます。玉木さんの勝ち、やった、ありがとうございます。でも玉木途中でさ、うん、やっぱ気づいたんよ、うん、黙ることも大切やなと思って。そうね、うん、すげえニヤニヤしながら黙ったわね、うんうん、そう、うん、ここで玉木が出しゃばりすぎると、うん、話がまとわんないなと思って、おー、ちょっと待とうと思って、聞くこともね、そう、聞くこともね、引き算もね大事だからこの次回、前回ちょっと足し算と足し算と足し算だったからさ、確かにね、足し足し足し、今回引き算もね頑張っていただきました。なるほどね。ありがとうございます。嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。うんうん、エノグッドが溜まると何かあるんですか？何もありません。ただ嬉しいだけです、はい。私たちの喜びが溜まります。はい、そうです。私たちのなんかあのハッピーパワーみたいなのが溜まります。ハッピー幸せパワーが。うん、そうそう、幸せハッピー嬉しいよパワーポイントが溜まります。ただ幸せなだけです。はいはい、私たちを幸せするために皆さんは、うん、あの点数をくださいし、私たちも幸せになるために、うん、この今後もね、はい、貯めていきますので、はい、頑張ってハッピー届けてハッピーもらうんで、はい、はい、はい、いっぱいハッピーください。よろしくお願いします。お願いします。次行くか、はい、行きましょう。はい、それでは以上、あ、それでは以上、即興エノグッドでした。それではここで曲を聴いてもらいましょう。エノグで強化水月。まだ色褪せぬ夢と繋いだ手のぬくもりは
JOZZ680FM Number one community FM. Get ready for a lot of fun and excitement. United North. United North. 84.2 FM. Now let's start. エモシア。エノコミをお聞きの皆さん、コミュニケーションアプリエモシア楽しんでますか？エモシアは誰もが好きなことを同じ熱量で語り合える世の中を作るコミュニケーションアプリです。私たちと皆さんがこの瞬間の気持ちをお互いに分かち合う新しいコミュニケーションツール、エモシアをダウンロードして、ぜひエノコミを楽しんでください。エモシアで私たちと一緒に青春しましょう。エモシア、エモシア。なおちゃんお疲れ。あれ、たまきちゃん何してるの？あ、アンズ、たまきエモシアのチャットに夢中で。あー、わかる。うん、そうだよね。ずっとこの調子でさ、誰もが好きなことを同じ熱量で語り合える世界を作るエモシアだから、つい熱くなっちゃうよね。よし、じゃあ私も映画やラーメンについてエモシアで語ってみようっと。私はたまきちゃんとなおちゃんのチャットをこっそり覗いて楽しもうかな。エモシアは私たちとファン、ファンとファンの双方向コミュニケーションを創出するスマートフォンアプリ。自分に合った楽しみ方で一緒に青春しましょう。エモシア、 Let's go。 JOZZ680FM Number one community FM. Get ready for a lot of fun and excitement. United North. United North. 84.2 FM. Now let's start. ここで番組に届いているメッセージを紹介します。それではちょっとたまちゃんお願いします。はい。まずはラジオネームてるあきさん。ありがとうございます。喫茶絵の具コラボメニューめちゃくちゃ美味しかったです。ありがとう。あんなメニューを考えちゃうなんて、皆さん素敵、天才好き。今月で終わっちゃうのが寂しいよ。しい、延長希望。ありがとうございます。てるあきさん、ありがとうございます。天才でしょ。天才、天才でしょ。終わっちゃうの寂しいね、本当に ね、 ね、またやりたいね。常設展、常設展、常設展やばいね。常設展、喫茶絵の具、建設、建設、建設計画立てる。俺立てる、立てる、お店立てる、お店立てるように頑張りたいと思います。頑張ろう、頑張る、頑張ろう。いやでも第4期第5期をね、目指すね、うん、はい、続くようにね。アサンさんのメニューが美味しいからね。そうね、そうそうそう、再現してくれるアサンさんがすごいのよ。そう、これがすごい。本当にアサンさんのメニューが美味しいんですよ、うんうん、ね、はい、ぜひぜひ、ね、まだ行ってないよっていう方で、行けそうだなっていう方、うん、遊びに行ってくれると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。続きまして、ラジオネームポンデリングしかカタンさん、ありがとうございます。カタンね、おいしいね。絵の具の皆さん、こんばんは。こんばんは。某ミスドでバイトしている学生です。言ってる、うん、隠し、や、某ミスドだから。そうか、どういう略、何の略か分かんないか、ミスドがね。そう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 、ほぼ言ってるけど、うん、まあいいや、はい。はい、好きなドーナツはありますかとのことでございますが、皆さん好きなドーナツありますか、ミスドの。はい、あるよ。アンズ即答でしたよな。はい、何ですか。アンズはポンデリングとチョコファッションが好きですね、うん、いいね、めっちゃいい。ターゲもポンデリングがめっちゃ好きですね。うん、好き。ポンデリングとオールドファッションハニー、うん、あー、うまい。もうどっちもだからさ、あの周りにさ、うんうん、砂糖みたいな、うんうん、甘い、ね、甘いやつがついてるやつ、うんうん、でもうまいね。なるほどね。うん、なんちゃんは、ひな、ほんとミスト全部大好きなんだけど、うん、一番をあげるんだったらゴールデンチョコレート。あー、おいしい、おいしい。広いやつでしょ。そうそうそう。で、今あの期間限定でね、あの、うん、ポンデリングの宇治抹茶、抹茶のやつやってるんですけど、ポンデリングの宇治抹茶めちゃくちゃおいしいから、マジ食べてほしい。ちゃんとチェックしてんの偉いね。食べてんの。ちゃんと食べてる。本当に好きな人じゃん。うん、大好き。ぜひ食べてください。ね、ちょっとじゃあ、今度買いに行きたいなと。店で食べたい。食べたくなってきちゃった。じゃあ今度みんなでミスド行こうね。みんなでミスド行くか。食べ放題行こう。食べ放題です。急に返事が。いきなりなんか静かになっちゃった。じゃあ普通に、普通に行ってね。普通にね。ね、食べに行ったね。そうしましょう。思いまーす。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでメッセージ今回は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。
して続いての企画はこちら。問題なんてどんな問題？今からエモシアスレッドでリスナーさんから単語を募集します、うん、その中から一つを選ばせていただきまして、その単語が答えになる問題をメンバーそれぞれが発表します、うん、はい、リスナーの皆さんには私たちがこれから発表する問題のクオリティをクイズとしての完成度やワクワク感、難易度のちょうど良さで採点していただき、問題が何へのグッドなのかを評価していただきたいと思います。はい、はい、それじゃあエモシアで答えになる単語をね募集したいと思います、うん、なんか単語なんだろう、リンゴとか、あとかね、なんか、うん、マイクとか、うん、携帯みたいな、なんかそういう感じので、私たちがその例えばリンゴだったら、うん、うん、赤い果物はなんだ、うん、みたいなその問題文を作るっていう企画でございます、うん、はい、なので皆さんぜひいっぱい、はい、私たちは、何が、何を選んだかは内緒じゃない、じゃない、そう、じゃない、何を選んだかも言っちゃう、言っちゃうやつでございます、そう、言っちゃいます、そう、もういいですか、数えて、いいよ、じゃあスタート。今から1分間みんなにね募集してる、難しいね、うん、選ぶのも、選ぶのね難しい、難しいそれでだってさ、うん、3人同じやつだから、そうよ、うん、だからちょっとなんか問題考えるのばらけそうな単語とかの方がいいかな、なんかね同じの思いつきそうだもんね、そうそう、まあ同じの思いついたらそれはそれで面白いか、でもこれ順番に発表してくから、だから、そう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 、同時に発表して、同時に発表だったらあれだったけど揃うかなみたいになっちゃう、うんうんうん、なるほどね、うん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 、パンケーキ、練り巻きたまき、母の日、芋、校長先生、なるほどね、椎茸、どら焼き、あと10秒、あと10秒、鉛筆削り、1万円札、うん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 、え、むずいな、1分です、はい、ありがとうございます、じゃあこの中から、うん、おー、いっぱい来た、ありがとうございます、選びましょう、選んでいきましょう、どうしよう、どうなの、だね、うん、ドーナツね、今話したね、今ちょうどね盛り上がりましたね、うん、あ、ゴールデンウィーク、あ、もうすぐね、あれだから、え、簡単なもんです、クックマンな、わかる、ね、ないな、これ苦手かも、この企画、私も苦手かもしれない、頑張ろう、やばい、しかもこれなんか何があれってさ、クイズ考えてるとき黙っちゃいそう、そう、黙っちゃいそう、ね、だから、どうする、どれがいいかな、初回だから、そう、初回だから、プロテイン、そう、だからプロテインそうだから前回もさ何かのやつで、確かに、だとしたらドーナツじゃない、ドーナツか、かゴールデンウィーク、どっちがいいかな、どっちか、どっちか、焼き、なんかすごいご飯食べてるゴールデンウィークにしよう、ゴールデンウィークにする、近いから、もうだって今選ばなかったら多分ゴールデンウィークないよ、確かに、あのドーナツはまた この企画でゴールデンウィークが出てくることないよ、確かに、じゃあゴールデンウィークが答えになる問題は、うん、まずアンズから発表していくので、ね、ちょっとまだ考えてないですけど、はい、じゃあ今から考えますよ、はい、考えましょう、はい、じゃあゴールデンウィーク、これあれだよね、みんな一斉に考えるよね、うん、そう、みんな一斉に考えますよ、ということで考えるタイムです、考えるタイムです、黙っちゃう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 、やばいやばいやばい、ゴールデンウィークでしょ、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク、そう、ちょっと待って、ゴールデンウィークね、私は、うん、ちょっと調べますよ、うん、問題を作るのに、ひらも調べようとした今、ちょっと、ねえ、だってどう問題にしたらいいか分かんないからずるくない、え、調べるの、え、あり、え、だって問題を、日付、日付の話、あ、そう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 、日付の話、日付はね、9、9、7が最後、7が最後で、7から逆算して9、9、ここの構えが最初、バカどうだよ、でもなんかさ、うん、あー、普通に29からじゃん、あ、そう、29から7でしょ、うん、そうか、そうだよ、うん、やっぱ何も浮かんでないの、みんなはなんか黙々とちゃんとペンを進んで偉すぎるんだけど、ペン、ペン、ペン、カチカチしてるだけやないかそれは何の意味もないやろすごいなんか、あれだな、簡単だな、
気にせいな。でも一番最後なのに多分できちゃいそう。えマジで、うん、もうなんえできた人からじゃダメですかね。できた人から行こう。なんかもう私を待ってる人多分あれだよ、うん、ひなたなおさんから行こう。じゃあできたらどうぞって感じです。あ、よかった。ちょっと待って、でもひなもまだできてないから少々。あ、違う違う、あのできそうなんでね。あ、そうできそうだから、そう、もうちょっと待って。これマジ私無理かも、この曲。やばい、全然浮かばん。時間ない、時間ない、時間ない、やば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 い、ほら、やばい。うん、はい、はい、はい、整いました。お、え、嘘、それでは問題です。はい、この時期になると高級住宅街から人がいなくなる時期なんでしょう。っていう問題ね。っていう問題。っていう問題。はい、はい、答えはゴールデンウィークです。なるほどね。はい、いいね。ゴールデンウィークね、うん、お金持ちはみんな海外に行くからいなくなるんだよ。あれ、そう、ドーナツ化現象ってことでやってるよね。わかんない、それはわかんないけど、玉木には。どう、この問題できました、できました、できました、いいよ、ひなおできた、はい、なおちゃんどうぞ。ちょっとね、みんなハテナ、めっちゃハテナ、嘘、そうなんだよ、みんな。じゃあ、ひなおはなんかあの、うん、クイズ番組みたいな問題できちゃった、うん、想像の十分下手だった。じゃあ、いくよ、お願いします、ひなおいきます、はい。昭和の日から始まり、憲法記念日や緑の日など、祝日が多く集まった、大型連休は何でしょう。答えはゴールデンウィーク。あ、でも私も今同じこと考えてたよ。まっとう、全く同じなこと考えてたよ。なんかあの、わかりやすい、でもそう、この時期にやるとよく、ね、これもう正解だろうって、うん、模範解答、模範解答、やったー、模範解答。あ、じゃあ、玉木の時もハテナしか浮かんないもんね、みんな。じゃあすごい問題って言えない問題出していい？いいよ。黄金週間という大型連休は一体何でしょう。あ、確かにね。もうなんかもうわかんないから。確かに。っていうね。わかんないな。なんだろう、黄金週間って。黄金週間なんだ。そんな大型連休あったっけ、みたいな。ちょっとね、これあれしないといけないから。そう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 、みんな聞かないといけないから。ごめんね。はい。ということで、はい、それでは、ゴールデンウィークが答えになる3人の問題はそれぞれ何位のグッドだったのか、まずはアンズの採点からお願いします。アンズから。アンズからだった。じゃあお願いします、アンズからで。アンズ何ポイントみたいな感じする。そう、アンズ何位のグッドって書いて、まずまずアンズの、アンズのやつに何位のグッドかください。何点くれるの？待って、みんな聞く。0.5、0.5。ひなおが一番最後にした方が良かったから。ひなお最後に。いやでも、あの、違うよ。なおちゃんが最後に問題を出してたら、私は同じこと言おうとしてたから、ダメなんだよ。あ、そういうこと？あ、そうか。甘めに見て30人。甘い。でみんなあれだからね、アンズはひなおのこの問題を聞いて、問題変えてくれたんだからね。面白さから言ったら80。高え。ありがとう。やばい、みんなめっちゃなんか待って、 0.01 ってそれはもう1ですらないの。黄金で55。30ぐらいかな、そんくらいかな、頑張ったから30もらおう。ありがとう、30いただきます。じゃあ次は、はい、たまきもらうか。じゃあたまちゃん、じゃあたまきの問題、何へのグッドだったか皆さんください。お金持ちの人がいなくなる日。すげえざっくりしてる。お、ゼロゼロ。8。やばい、やばすぎる。嘘、ゼロゼロゼロからお願いしますね。ゼロスタートでお願いします。 0.0 初めてのマイナス100。やばい、マイナス。あ、オリジナリティ入れてたので60。高い高い、優しいね。受験失敗って言われてるの。受験失敗。引きずってる、引きずってる。でも40増えてきたぞ。知識としては80とかいる？いる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 。20点ぐらいかな、まあ、だって一桁の人もいるもん、平均で。じゃあ玉木は20点。はい、20点です。
模範解答のような日向奈緒さんの、はい、あの問題が何のことだったか教えてください。皆さん日向奈緒さんに点数ください。お願いします。お願いします。高って言われてるけどおいおい20点高いか本当か80いきなり高得点。あ、模範すぎるから60。そうね、あまあ確かにね、うんうん、クイズ感はあった、うんね、そうクイズ感はね確かに一番って10かな、うんうんうん、検索して考えたので70まあ問題作る時に分かんなかったら問題作れないからね、うんうん、問題作る側が分かんない。問題作る側が分かんないと問題にはできないまともすぎたので60検査値踏み頑張って真剣に考えたものがまともすぎだからって60にされるのめちゃくちゃウケるなまともすぎたから60にしてて落ちてもらう。もういいよ全然どっちでもいいよ。 60だ60にしよう。まともすぎたからね、まともまともすぎたから60だまともダメなの。はい、ということで白石たまきさんが20円のグッド、アンズが30のが60。おーおーおーいやこれ、うん、はい、なんかむずいな。知識が試されてるわ、ね、ちょっと知識がないとできないな。今後ね知識つけていくか、うん、期待ということで、はい、この企画には今後伸びしろということで、はい、伸びしろ点がいっぱいあるということで、はい、私たちが取れなかった、うん、あでも待って60点、うん、30点20点ダメ、はい、ダメじゃなんてないか。はい、ということで問題なんてどんな問題、はい、初代優勝者は日向奈緒でした。おめでとう。おめでとうございます。パチ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 、おめでとう。はい、はい、ということでもう、はい、感想すごい言っちゃったんで、はい、次に行きます。はい以上問題なんてどんな問題でした。ありがとうございました。それでは最後に絵の具からお知らせです。はい、まず最初に4月20日から30日の約10日間秋葉原にあるカフェアサンさんで喫茶絵の具第3期が開催中です。たくさんのご来店ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのご来店まだまだ心よりお待ちしております。お願いします。はい、お願いします。告知2つ目、絵の具パレットプロジェクト釣り金風に風鈴ゆずは、総勢13名が参加したカバーアルバムコロリアージュが全国の店舗 EC ショップで明日4月26日発売決定です。うん、5月24日からデジタル音楽配信も決定してます。楽しみにお待ちください、うん、お待ちください。そして4月27日木曜日渋谷オーイーストで開催する対バンイベントコズミックコズミックボリューム1に絵の具の出演決定しました。こちら平日開催ですがよろしければぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。お願いします。4月30日日曜日19時に5周年記念ライブ星は見たび瞬くで発表した新曲星は見たび瞬く奇跡なんかな、うん、奇跡なんかじゃなくたっての2曲がサウンドクラウドで先行公開されます。2曲を制作してくださった気になる作家さんも前日29日に発表させていただきますのでこちらも皆さんお楽しみにお待ちください。お願いします。お願いします。最後に5月1日から15日の2週間、ハズレなしのオンラインくじサービスラッフルさんで絵の具5周年を記念したオンラインくじを開催していただけることが決定しました。うん、各アイテムのデザインなど詳細は後日公開させていただきますのでこちらもぜひチェックお願いします。以上絵の具からのお知らせでした。先週ツイッターでも告知させていただいた通り来週5月2日の絵の具トコミは事前収録放送となります。はい、リスナーの皆さんから番組に届いた お便りをたっぷりご紹介いたしますので4月30日日曜までに番組ホームページからどしどしメッセージを送ってください。お願いします。お願いします。お願いします。それではそろそろお別れです。はい、あなたのお相手は絵の具の鈴木杏子と白藤珠樹と日向奈緒でした。また来週。あなたでよかったなって本当に思えるのはもっと遠い未来かもしれない。でも今笑っていられるのは他の誰でもないあなたの隣だから。退屈だった日々に花が咲き誇るように空の色が明るく映るように。
方でよかったな。